データライフデザインチャンネル、皆さんこんにちは。アシスタントの道平です。歯科衛生士のマンダです。今回は今更聞けない歯科知コーナーということで、こちらのご質問をいただいております。根分岐部病変はどうやって起こるのか、また起こることでどうなるかを教えてくださいということです。マンダ先生、いかがでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。これもですね、ポイントを押さえてご説明したいと思いますので、ホワイトボードでご説明しますので、どうぞご覧ください。根分岐部病変ですね、どうやって起こるのかってことを考えていきたいんですが、まず起因は2つ、大きく分けて2つに分かれます。1つ目はですね、まず、ペリオが原因で起こっている場合ですね。で、もう1つが歯髄病変によって生じる場合があります。これはエンド病変から根分岐部のところに透過像を示すということがあるんですけども、今回はちょっとこれについては割愛させていただきますので、こちら添付している書籍を参照にしていただけたらと思います。で、こちらの方ですね、ペリオが原因で、生じている場合についてご説明していきます。で、この副根歯の根幹中隔に歯周炎が生じている場合と書いてあるんですが、まずペリオの場合は一番押さえておかなければいけないのが、主因子が細菌だってことは必ず頭に置いておいてください。なので細菌の感染がなければ、ここのところに、骨の透過像は見られないんだってことを一つ押さえておいてください。で、細菌にプラスアルファして力や、あと解剖学的にルートトランクが短かったり、エナメルプロジェクションがあったり、あと根面孔がある場合というのは、ここのところ根分岐部のところの歯周炎が進行しやすいです。それぞれご説明していきますと、まず力ですね。その患者さんが例えばブラキシズムとか光合力、あとは外傷性の光合力がここに加わっている時っていうのは、ここの根分岐部のところに光合力が集中して強い力が作用しやすいです。なので細菌感染とこの力の応力がここに集中するといった、この2つが組み合わさることによって、この根分岐部のところに透過像を示して根分岐部病変になりやすいということが1つ考えられます。で、もう1つがですね、これまた別の動画でもご説明していますが、ルートトランクが短い場合っていうのは、このルートトランク、復習なんですが、ルートトランクっていうのはこの CEJ から根分岐部までの長さを言うんですけども、このルートトランクが短ければ短いほど、少しの細菌か感染でですね、根分岐部病変になりやすいというのをイメージしやすいと思います。この根分岐部がルートトランクが長ければ長いほど、細菌に感染してここの辺が骨吸収が起きても根分岐部病変になりにくいんだってことはイメージしやすいかなと思います。なのでレントゲンですね、デンタル X 線初期を見て、ルートトランクが短くって、ここ透過像を示してきているような場合は、その解剖学的な原因で細菌感染が起きて、根分岐部病変に波及してしまってるんだなということを一つ知っておいていただきたいです。で、もう一つはですね、エナメルプロジェクションなんですけど、エナメルプロジェクションっていうのは、このエナメル質がこの根分岐部まで、あるいは根分岐部の途中までのパターンもあるんですけども、エナメル質がこういうふうに出てきてしまっているような解剖学的な問題があります。で、これはですね、後発部位は科学の6番などになるんですけども、科学6番などの教則名になるんですが、こういうエナメルプロジェクションがある場合っていうのは、このエナメル質のところには歯肉が付着しないので、細菌がですね、ずっと入っていってしまいます。ここのところに細菌がずっと入っていってしまって、この根分岐部のところに炎症が波及して、根分岐部病変が起こりやすいといったことがありますので、エナメルプロジェクションがあるときは、ここの辺りを慎重にプロービングを行っていただく、あとはレントゲン像をしっかり見ていただくということが重要です。あともう一つ、根面孔なんですけども、これ、科学6番をイラストで示しているんですが、この辺りの断面図、凹面から見た断面図をここにお示ししました。これ、近親根、遠親根なんですけども、大体ですね、この根の内側の部分っていうのは、ここのところ、こう、へこみがあります。で、ペリオなどによってこういうふうに、歯肉が下がってきて、あと炎症が波及して、根分岐部病変が進行しますと、ここのところに細菌が溜まりやすい形態になっています。で歯間ブラシなどで、ね、ケアしていただいてもなかなかですね完全には取り切るのが難しいところになりますので、こういうところに細菌や歯石が付着したままになって根分基部が進行しやすいといったことが挙げられますので、これらですねまずは周囲歯細菌だっていうことを抑えていただくのとプラスアルファで、力や解剖学的な問題がないかなっていうことをしっかりチェックしていただくと良いかと思います。そしてですね、根分基部病変が起こるとどういうことになるかっていうことなんですが、普通のペリオと一緒でですね、もちろん骨吸収が進んでいって動揺して、最終的には歯が抜けてしまうということが挙げられます。で、中の歯髄がですね、もしバイタルであればですね、根分基部病変がどんどん進むことによって側歯から歯髄感染を起こして、エンド病変になってしまうということもありえますので、その辺も抑えながら見ていただきたいと思います。わかりやすいご説明ありがとうございました。今後は根分基部のファーケーションの使い方も先生に教えていただこうと思いますので、アップされたらそちらもご覧いただければ幸いです。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様のご質問にお答えしていきたいと思います。質問がある方は質問フォームよりお願いします。この動画が良かったなと思われる方は、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。